はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。毎日10分のショートレクチャーでメンタルについて学びましょう。精神科医が孤高の病気を解説するチャンネルです。今日は社交不安障害について解説します。で、この動画の内容は概要欄の方にまとめてますので、もしよかったらそちらの方も、見ながら、動画を見てください。で、社交不安障害っていうのを、一言で表すならば、対人不安がもうマックスの障害なんですね。で、これどういうメカニズムかっていうと、脳の特性と学習機会の損失、難しいね、の2点で、表されるかなと思います。つまり脳の特性って何かっていうと、人への不安がもともと強いってことですよね。だから子供の場合だったらもう、うわーって泣いちゃうとか、もう他のところに行けないとか、癇癪を起こしちゃったりするんです。そういうやつです。それのひどい版ってことですね。で、それが大人になっても続くって感じです。だから子供の時はまだ大丈夫だったんだけど、思春期以降、またいろんなことが分かってくるじゃないですか。そうすると、人っていう情報処理、人へのなんていうのかな、情報ですね。人って情報多いじゃないですか。あいつが怒ってんのか怒ってないのか、誰が好きなのか誰が嫌いなのか、もう表情からもういろんなところを読み取ろうとすると、いっぱいあるんですよね。で、パニック起こしちゃうので、そういうやつですね。はい。それでもう、嫌だ、怖い、もう嫌だってなっちゃうっていうやつです。で、嫌だってなっちゃうから、どんどん人とこの交流を避けちゃって、で、避ければ避けるほど苦手になっていくので、結果的にですね、どんどんその人との触れ合いが苦手になってしまうっていうのが、社交不安障害ですね。だからなんかわかりますよね。だから子供の時とか思い出すと、嫌じゃないですか。親じゃない、家族じゃない人と喋ったりするのが。で、自分、だんだん大人になってくるにつれて慣れてくるんですけど、やっぱり他人って怖いですよね。で、親しい人だって何考えてるかわかんないから怖いじゃないですか。その怖さっていうのがすごくですね、残っちゃってるような病気なんですね。で、それを感じやすい脳の特性っていうことがありますね。で、脳の特性っていうことなのですけど、鑑別としてですね、自閉スペクトラム症とか、統合失調症の鑑別が結構大事だったりします。だから、人が怖いとか人が嫌なんですって言って、聞いて見ると、社交不安障害じゃなくて、これって、自閉スペクトラムの問題だよね。だから、相手の心を理解しにくい、そういう発達特性の問題があるんじゃないのとか、逆に怖い人って本当に幻覚妄想があって怖くなってしまってるパターンっていうのもあるので、そういうのをしっかり鑑別するっていうのは大事ですね。いや、そんなの絶対鑑別するだろうと思うじゃないですか。でも意外と、診断、誤診ってあったりしますね。で、治療についてはですね、この不安になる体質、特性があるので、その改善として、抗うつ薬を飲むなりしますね。あとは対処療法として、不安でうわーってなってる時に抗不安薬を飲むと、ちょっと落ち着くのでいいでしょうという治療があります。ただ、抗不安薬に関しては依存になりやすいので、かなり注意が必要ですね。で、社交不安障害ってやっぱりなかなか良くならないんですね。だから特性があるし、その学習機会、だからずっと生きてきた歴史の中でどんどん苦手になっているので、なかなか良くならなかったりするので、抗不安薬の飲み続けちゃって依存になっちゃう。依存ってほど依存にならないんですけど、なかなかやめられなくなったりもするので、注意が必要ですということです。で、学習機会が、失われたことで何が問題かっていうとですね、自己とか他者とか社会ですね、の理解が不十分なんですね。年不相応になったりします。いや、だから結局ですね、人間っていうのは、ただね、机の前に座って勉強してても、あんまり知識って身につかなくて、人との会話とか、人との触れ合い、交流の中で知識って身についたりとか、身についたりするんですね。なので、交流が少ないので、おとなしくて丁寧できちんとね、やってるから、ちゃんとしてる人なのかなっと思うんだけれども、実は全然こう未熟だったりすることが結構あります。年不相応な未熟さっていうのがあったりしますね。で、年不相応な未熟さとしてよく話すのはですね、この不安とか恥とか恐怖感っていうのがすごく原始的な水準で理解されちゃってるってことがあります。つまり人間ってもともとお猿さんだったわけで、猿からだんだんこうね人間らしくなっていくんだけれども、猿の時っていうのは感情的なやり取りをしてたんですね。怒ったらわーとか、腹が立ったらわーっていうとか一緒かあと腹が減ったら減ったとか腹減ったとかね、好きだったら好き、もうこういう感情的な思考とかの情報のやり取りしかしないんですよね。それがもうちょっと原始人になってくると迷信的な思考、なんかこう、好きとかね嫌いとかもうその水準ですね。敵味方、お前は仲間、俺はお前は敵とか、もうその水準、原始人的な思考に進化していって、現代人では分別のある思考と言ったりして、確かにそうかもしれないけど、そういう見方もあるよねとか、その日本とね中国は政治的な地政学的にはね政治的な対立はあるけれども経済の中では手を組み合ってるよねとかね、なんかそれってなんか一見矛盾してるんだけど矛盾はしてないとか、そういうなんていうのかな、分別のあるあれはあれこれはこれって分けていく考えができるんだけれども、それがなかなか経験がないために分別のある思考になかなか到達できなくて、理性的にはできたりとか部分的にはできるんだけれど、それがなんか腹の底から落ちてないというか、それがなんか迷信的な思考とか感情的な思考にすごくとどまっちゃうことも結構あるなと思います。それは激しい恐怖感とか不安に襲われてるから感情的な思考になってるとも言えるんだけれども、一方でやっぱりこの経験不足っていうのもあるのかなと思いますね。なので、ますます社会に出られなくなっちゃって調子が悪いと引きこもりになっちゃうってパターンも結構ありますよという話です。で、じゃあ治療は何かっていうとですね、薬の治療はこっちにあるんですけど、まず段階に分けてやった方がいいんですね。まずは通院ができるかと、通院を目指しましょう。通院が定期的にできるようにしましょうねと。で、それができるかできるようになってきたら訪問看護ですね。看護師さんが来てくれて、精神の人が来てくれて、どうですかとかチェックしてもらうように、訪問看護の人を受け入れるようになりましょう。それができるようになったら今度はデイケアですね。最初はね週1回でもね月2回でもいいと思うんですよ。デイケアに通えるようになりましょうと。で、それができるようになったら今度は就労移行とかに通って仕事の訓練をしましょう。で、仕事ができたりとか学校が行けるようになったら、プラスカウンセリングをやりましょうというやり方があります。つまり段階を分けながら人との交流を増やしていくってことですね。少しずつ人と交流を増やしていって、わってなっちゃうんだけれども、いや大丈夫大丈夫と言って慣らしていく。脳の特性を自分の理性で抑えていくっていう治療が大事なんですね。はい。なので今回はですね、社交不安障害はどんなものか、どういう治療をしていくのかということについて、解説しました。重要なポイントはこれですね。脳の特性、対人不安という脳の特性があるんだけれど、理性でねそれを理解して、きちんと人と交流していって、そこに慣らしていきましょう。不安を抑えていきましょうということですね。はい。ということです。では以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタン、おべチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。